アップル iPhone は iPhone6iPhone6 は Apple が開発、販売する iPhone の第8世代目のモデルである。2014年9月10日、アメリカカリフォルニア州クパチーノの Apple 本社にて iPhone6 プラスと共に発表された。2014年9月12日、日本では16時1分から予約開始。日本国内ではソフトバンクモバイルと KDDI。 沖縄セルラー電話連合、NTT ドコモから販売され、アップルストアでは、SIM フリー版も販売された。2014年9月19日、オーストラリア、日本、香港、シンガポール、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ、アメリカ合衆国、プエルトリコで先行発売。日本では8時に発売された。画面を大型化した。 上位機種として iPhone 6 Plus がある。2019年9月19日より提供が開始された iOS13 では iPhone 5 s iPhone 6 Plus とともにサポート対象外となった。ソックには Apple A8 を採用 iPhone 5 s に搭載されている Apple A7 同様6 4ビットアーキテクチャとなっておりパフォーマンスは CPU が25% GPU が50%向上したとしている。モーションコプロセッサーには M8 を採用し、新たに気圧計を組み入れたことで高度情報の取得も可能となった。ディスプレイサイズは4.7インチと大型化し、レティナ HD ディスプレイズと称する新ディスプレイを搭載。コントラスト比が1401と従来機よりも向上し、紫外線を使っての液晶を精密に配置する。 高配光プロセスによって正確に並んだ液晶により、従来よりも黒をはっきりと表示することが可能となった。また、デュアルドメインピクセルによって視野角を向上している。ディスプレイサイズの大型化に伴い、本体サイズも大きくなったものの、厚さに関しては 6.9mm と従来機の iPhone OS に比べて 0.7mm 薄くなっている。また、 バッテリー持続時間も従来型より強化されている。大画面化したことに合わせてホームボタンをダブルタップすることで画面表示を一時的に下げて操作しやすくする機能も追加されている。背面カメラのアイサイトはセンサーサイズや F 値は iPhone 5 s から据え置きとなっているが新規に開発されたフォーカスピクセルズによりオートフォーカス性能が向上し 顔検出機能の性能も向上した。ビデオ撮影では 60fps、30fps の 1080pHD ビデオ撮影、240fps、120fps の 720p スローモーション撮影、タイムラプスビデオ撮影などに対応している。ただし、iPhone6 Plus と異なり高額手ブレ補正は搭載していない。一方で、 全面カメラのフェイスタイムカメラは F 値が2.2と明るくなった。ラインナップには 128GB モデルが初めて登場したが、従来存在した 32GB は廃止されたため、16GB、64GB、128GB の3モデル体制となった。本体カラーは iPhone 5S と同じくスペースグレーゴールドシルバーの3色が販売される。なお、 2017年に入ってから一部の国を対象に 32GB モデルが新たに発売されている。近距離無線通信による Apple Pay に対応している。日本国内においてはフェリカ対応モジュールを搭載していないため店舗での決済などは利用できない。通信関係では LTE の通信速度が最大 150Mbps に向上したほか、 キャリアアグリゲーションにも対応した。さらに、最大20の周波数帯域に対応し、特に TDLTE は i p h o n e 5 s 5C ではバンド38から40までサポートされていたのが、今回新たに、日本では Ymax2 と a x g u p で使用されているバンド41にも対応している。また、w ォル t での通話も可能となった。Wi-Fi は、 IEEE802.11AC に対応したほか、一部キャリアでは Wi-Fi を介して、携帯電話モードに通話ができる、Wi-Fi コーリングに対応する。日本での通信環境では、iPhone 5S、5C で対応している帯域に加え、上述の通り 2.5GHz 対 t d LTE と2015年以降にサービス開始予定の 700MHz 対を新たにサポートしているが、 1.5GHz 帯はサポートしていない。ドコモは 1.5GHz 帯を除くトリプルバンドで通信を行い、1.7GHz 帯で最大 150Mbps の通信が可能となる。また、他2社に先行して開始しているウォルトとも時期は未定なものの Apple と協議して対応を進めたいとしているとしていたが、iOS 8.3にて3社協に提供された。 au は2.1 GHz ツ帯と n800 MHz ツ帯とのキャリアアグリゲーションに対応するほか、ymax 2での通信も可能となる。ソフトバンクも a x Group を使用したソフトバンク 4G に対応、iPhone では初のハイブリッド 4G LTE 端末となる。また2015年以降開始予定のキャリアアアグリゲーションにも対応を予定している。また、 2015年4月9日にリリースされた iOS 8.3とキャリア設定アップデートを適用することで3キャリアともにウォルトによる通話が可能となっている iPhone 6を急速充電するには Apple 10WUSB 電源アダプタもしくは Apple 12WUSB 電源アダプタを使用する必要がある急速充電を行うと30分で50%近くまで 充電できる。Mac の USB ポートでも最大 2.1A で急速充電ができる。出典、Apple Newsroom アーカイブ。ありがとうございます。